2020年7月から TBS ドラマ MIU404 で花の麦役で出演している黒川智香さん。金八先生でブレイク、人人、完結編、相棒、大恋愛など多くのドラマ、映画に出演、ヒロインから悪女まで演じる実力派女優として活躍されています。黒川智香さんの経歴、結婚、旦那、子供について、佳子様、三浦春馬という検索ワードなど、気になったので調べてみました。黒川智香さんのプロフィール。名前、黒川智香、黒川智香。出身地、東京都。生年月日、1989年8月1日。年齢、31歳、執筆時。身長、159センチメートル。血液型、O 型。学歴、堀越高等学校卒業、亜細亜大学経営学部卒業。所属、剣音、趣味、料理、キックボクシング。特技、朗読、経歴、2001年、12歳の時、少女漫画誌、リボン、モデルオーディションでグランプリを獲得し、読者モデルとして活動します。剣音にスカウトされ、女優の道へ。2002年4月10日発売の週刊少年サンデー。19号で初グラビアデビューとなります。2002年、TBS ドラマ、愛なんていらねえよ、夏で連ドラ初出演。2004年、TBS ドラマ、3年 B 組金八先生、第7シリーズの生徒、稲葉舞子役でブレイク。第7シリーズのメインの生徒である、丸山修、平成ジャンプの八乙女光さんのことが気になっている優等生なクラスメートを演じました。2005年、16歳の時、テレビ朝日ドラマ、雨と夢の後に、で連ドラ初主演を務めます。2008年、演劇集団キャラメルボックス2008クリスマスツアー、君の心臓の鼓動が聞こえる場所に出演し、初舞台となります。2010年、20歳の時、写真集、風花を出版。清純派女優という今までのイメージを打ち破って、大胆に肌を見せたことで話題となりました。2011年5月、舞台、私の頭の中の消しゴムサードレターで、朗読劇に初挑戦します。アルツハイマー病に侵された少女という難しい役柄を演じました。2014年、テレビ朝日ドラマ、黒服物語では、周囲をかき乱すキャバクラ嬢、綾乃役を熱演。2016年1月、テレビ朝日、相棒シーズン14。第12話に、コーヒーショップの店主、矢島さゆみ役で出演。2018年10月、TBS ドラマ、大恋愛、僕を忘れる君と、で沢田柚香、沢田柚香。役で出演、王道ヒロインから悪女まで演じる実力派女優として、多くのドラマ、映画、CM に出演、幅広い分野で活躍しています。2020年7月からは TBS ドラマ、MIU404 第3話から、謎の女、花の麦役で出演しています。結婚、旦那、子供は？黒川智香さんは、2015年3月7日、25歳の時に入籍したと発表しています。旦那さんは、3歳年上の一般男性、当時28歳、とのこと。知人の紹介で知り合い意気投合、約2年間の交際を経て、結婚となりました。挙式、披露宴は親族のみで海外で行うことも発表していました。旦那さんは、一般の方なので詳しいことはわからないのですが、黒川智香さんがテレビ出演した際、旦那さんは内科系の医者だと話していたそうです。黒川智香さん、子供はいるかなど、調べてみましたが、情報は見当たりませんでした。佳子様とは、黒川智香さんは、佳子様と多く検索されています。どうやら、佳子様に似ているとの声が多く上がっているみたいです。佳子様は現在25歳、秋篠宮文彦親王殿下と親王彦殿下の第二女子という皇族であり、綺麗な顔立ちも注目されています。
佳子さまと黒川友香さんは、年齢差はありますが、写真を見てみると、確かに顔立ちや雰囲気も似ていると感じます。黒川友香さんは、2011年に、TBS ドラマ、人人完結編で、公女和宮役を演じており、それを知るとますます似ていると感じられます。三浦春馬とは、黒川友香さんは、三浦春馬とも検索されています。調べてみたところ、黒川友香さんは、2010年に、三浦春馬さん初単独主演作である TBS ドラマ、ブラッディーマンデー、シーズン2に、水沢恭役で出演していました。二人が共演していたということ以外の情報は、特に見当たりませんでした。金八先生の生徒役が印象的だった黒川友香さん、実力派女優として、これからどんな役を演じていくのか、出演中のドラマ、ミウ404のこれからの展開など、今後の活躍が楽しみです。以上、黒川友香さんについて。